こちら、神田くん何のランキングかわかるかな。こうやって見てると、うん、大阪が上位にいっぱいランクインしてるけどね、うん、住所土地の名前が見えるけど、うん、何のランキングかわからんけど。正解はですね、全国の中でも多く事故が発生している交差点のランキングなんです。不名誉な結果ですよね。去年の交通事故件数をもとに作られました。こうやって見ると良くないランキングだったとは悲しいけど、保円坂は1年に22件も事故が起きてるけどか、うん、こうやって見てると大阪市内が多いけどね。そうですよね、うん、では神田君、なぜ大阪市内事故が多いんでしょうか。取材を進めましたら、大阪人の性格が見えてきたんです。性格、はい、こちらは大阪中央区の保円坂交差点です。東西を走るのが中央大通り、うんうん、そして南北は上松筋が通ります。うん、さらにこの交差点付近にはですね、高速の入り口と出口もあるんです。最大8車線もある複雑な交差点です。大きいけどよね。この場所はですね、交差点内での急な車線変更によって事故がたくさん起きてしまっているんです。パッと見ていると普通の交差点に見えるけどよ、うん、そうですよね、うん、ですが交通事故を研究する近畿大学の多田先生が見ますと、うんうん、お目線が鋭すぎるけど左側からかぶせてくる車が今のこの車ですね。一車線しかない右折レーンに、これ割り込んできてるけど、はい、車が割り込んできました。こうなると当然こちら側の車としてはこう直進側の確認がしづらくなりますので、直進とこう右折時の事故が多くなるのと、接触事故などはこうリスクは高まります。そうなんです。この後も車線変更は後を絶ちません。去年起きた22件の事故のうち、実に半分がこうした接触事故なんです。特にこの中央大通りの中でも西行きの交差点直前で車線変更による追突事故が多くを占めているんです。こちらですね、写真で見てみますと、うんうん、左側からですね、左折車線、そして直進の平面の通り、そして高架に向かう通り、うん、そして高速道路の入り口、最後に右折車線とあります。いっぱいあるけど、はい、5車線もあるんです。多田先生によりますと、この5車線は土地勘のない人にとっては迷いがちで、そのため急な車線変更が発生してしまうそうです。迷う気持ちはわからなくはないけど、車線変更はダメけどよね。そうですね。続いてこちらは西区の西本町交差点です。オフィス街ということもありまして、歩行者や自転車が多い場所です。去年起きた16件の事故のうち、5件が歩行者もしくは自転車と接触する事故なんです。利用客に聞きました。横断歩道でも、私東京住んでたんですけど、大阪がすごく多いんですよ。平気で横断道路でも来た時びっくりしたんですけど、赤でも平気で渡られるんでね。こういうのでほら走ってくでしょ。ああいうのも普通なんですね、大阪。これは赤信号けどよ、本当に危ないけど。危ないですね、うん、こちらの横断歩道はなんと100メートルもあるんです。長いけど、うん、途中で待つ場所もあるんですが、皆様そのまま歩いてしまっています。行ってしまうけどね。青信号が短いので、先へ行ってしまいたいとはなるんですけれども、みんなでこう行ってしまうですので、まあ非常に危険ではありますね。こうした大阪人のせっかちさと、さらに拍車をかけているのが、このある乗り物なんです。あ、その他の都市と比べてもですね、その大阪市というものは、まあ、比較的こう自転車利用率が高いですので、1秒間で4メートルぐらい進みます。ですので、こう自分がいざこう曲がろうとしている、まさにその直前にこう見に行かないと、自分とこう自転車のこう位置関係というものをこう正確に把握することが難しくなりますので。
うわははは、僕もなんか見たことあるシーンがいっぱいあったような気もするけど、つまりは大阪の事故をなくすためには大阪人の性格も見直さないといけないってことケロか。じゃあどうやって事故の数を減らすケロか。非常に難しいなという気もしますよね。カンタ君、去年大阪府内ではおよそ1万2000件の交通事故が発生していたんですね。で、大阪府警では交差点の植樹、木などありますけれども、が視界を遮らないように短くまずしました。で、加えて交差点の手前に丸々方面と案内表示を入れる、このような対策を行って事故を減らすための活動をしているということですね。表示大事ケロよね。で、さらになんですが、近畿大学の多田先生は車線変更を交差点でしないように、オレンジ色の車線変更禁止区間、見たことありますよね、カンタ君。色に訴えかけるのは大事ケロ。そう、この区間を伸ばしましょうと、このような指摘もされているんです。そして事故に遭わないためにすぐに実践できることを先生に教えてもらっています。免許保有の有無によってで、この自転車の事故率というものがですね、かなり違うということが言われています。免許を持っておられない方というのはですね、こう車側からですね、自分がどう見えるかという、そういうイメージがどうしてもこうつかめないですので、こう免許を持ってないこう自転車ユーザーに対してのこう安全教育というものも重要なんじゃないかと思ってます。ぎっくりけろよ。自転車に乗る方も歩いている方も、交差点では車に見られている場所にしっかりいるということが大切なんです。僕も車には乗らないから、僕からしたらその目線とか心がけは大切だなって思うけどね。それぞれが注意することというのは非常に重要になってきますよね。今日もよくわかったけど、勉強になったけど、みんなで気をつけましょう。ご視聴ありがとうございましたけど。